吉野山奥千本にある、道標奥岳道を行く修行者大峰奥岳道は、吉野と熊野を結ぶ大峰山を重装する、修験道の修行の道。千から千九百メートル級の険しい峰峰を、踏破する、奥岳という峰入り修行を行う約八十キロメートルに、渡る古道を指す。2002年12月19日、国の史跡、大峰奥岳道として指定された。 ユネスコの世界遺産、紀遺産地の霊場と三家道の一部。大峰奥岳道は、修験道の根本道場である、金峰山寺などがある奈良吉の山と熊の三々を結ぶ、もとは、修験道の修行場として開かれた道であり、熊野古道の中で最も謙遜なルートをなす。修験道の快祖とされる縁の行者は8世紀初頭に開いたとされる。今日、一般的に、 大峰山といえば、山上が竹を指すが、大峰奥掛け道でいう、大峰とは、吉野から山上が竹を経てさらに奥の山々、そして最終的には、熊野山山に至る大峰山脈を重走する修行の、道全体を指している。道中の最高峰は八京ヶ岳の1915メートル。吉野から熊野まで、神社や寺の他に、 大峰山脈の狩猟戦争に75のなびきと呼ばれる行場があり、主験者は5月3日の大峰山寺の戸明けから9月23日の年目までの間に奥掛け修行を行う。奥掛けは、修験道で最も重視される修行であり、神仏が宿るとされる岩や峰、滝などで祈りを捧げる。宗教上の理由から、山上が竹の北五番関から南の阿峰が森までは、 四人近世。大峰奥岳とは本来、大峰山寺より、奥の、なびきに進むことを奥けと言われていた。修行場は、なびきと呼ばれ、一つ一つに番号が割り当てられている。すなわち、熊野本宮大社の本宮少々殿に始まり、吉野川歌手の柳の宿に終わる。この大峰七十五なびきは七十五箇所を数えるが、 これは歴史的に整理されてきた結果であり、もっと多くのなびきが設けられていた時期もある。江戸時代の奇襲藩の宗教政策や明治時代の主言道禁止令以降、奥掛け道の水場に乏しい南部は荒廃し、忘れ去られた。しかし1980年以降の前田雄一たちの活動と、これを引き継いだ新宮山彦グループなどの尽力により、自供宿、行船宿、 平治塾に山小屋が建てられ、南奥岳道は再興された。これら行場を巡る方法には二つの方法が知られている。一つは、本宮から吉野に向かう、順部、他方は逆に吉野から本宮に向かう逆部で、それぞれに主催する宗派が異なる。順部は、天台集計の正五院が、逆部は、新聞集計の第五次見本院がそれぞれ主導する。 中世の熊野を支配し、熊野参りの先抜を務めたのは、天台集計の本山派であり、大峰屋掛けについても本山派が先行していたが、近世以降の熊野参りの衰退に伴って、江戸時代から今日まで、両派とも吉野から入るのが、一般的かつ正当的なものとされている。ただ、中世の熊野参りを主導した、天台集計による準備は、那智山西岸都寺によって復興され、 今日でも行われているので、完全に途絶したわけではない。水場が乏しいこともあって、前期塾太鼓の辻以南の部分はたどられないことが一般的であり、現在でも大峰75なびきを踏破する奥掛けの行を行う寺院は限られている。一家に示すリストは、現在の小五院が示すものに従う。どの修玄教団でも、なびきの名はおおむね一致しているが、一部異なるものがある。 ことに注意されたい。ありがとうございます。